レンタルいいやつ依頼者の方に登場していただきましょう。依頼者の方、どうぞ降臨ドラゴンヘルパーリュウスケ。ドラゴンヘルパーリュウスケかよ。ドラゴンヘルパーリュウスケかよ。また会いましたね。また会いました。週1ぐらい。週1ぐらいで。週2か。週2ぐらいで会ってますけども。準密着です。準密着しますね。はい、ご依頼は何でしょうか。僕、引っ越しをすることになりまして。どういうきっかけで引っ越しされるんですか。相方と住んでたんですけど、はい、相方と解散して、うん、相方は地元九州なんですけど、の方でお笑いやるってなって。はい、いや、珍しいな。いやいやいや、解散して地元の九州に帰って、はい、なんかまあ就職するやろ、はい、まあ親の仕事継ぐとか聞いたことありますけど、はい、解散して九州帰ってまたそこでお笑いやるはもう初めて。そんな初めて聞きました、そのパターン。あんま舐めんなよ九州。おかしいぞ九州。お笑い結構で難しい、ね、難しいと思いますよ。ライブ会場少ないですし、ライブ会場も全然少ないです。面白い芸人さんも多いやし、多いですしね。ちょっとギュッとしてる、ね、まあまあでもそっちで頑張る。あ、そうなんですか。はい、じゃあまあやるかやるにはね頑張ってほしいですけども。はい。引っ越し先はこれもう決まってるんですか。もう野方から離れるのか、それともまあ、野方でまた生活するのか。それがですね。うん、はい。まあホームレスになろうと。え？まあ居候ですね。でも居候です。居候すると。野方にも別に知り合いがいて、あと隣駅取り付かせっていう時があるんですけど、はいはい、にも知り合いがいて、へあと心山でやとか、あと仲良しビクトリーズ岡田、いや俺んちも岡田とか、俺んちも呼びすぎやし、だからお世話になろうとして、そうをまあ点々としながら、まあ、貯金しつつ、4つの子をね、そうですね、点々と、点々と。点点点点の、いや四つにせんで、点を四つにせんでたもん。点点でもそう何個も含むから。そうなんです。ええー。と思って。そんなモテてんねやだから。なんかまあ女性二人ってことで。違いますよ。男。男男男男男。男のトライアングル。トライアングルちゃった。男の男四星。男四星。四星四つ星。男四つ星でやらせてもらってます。やらせてもらってます。はい。で、まあ、今回、岡田さんにお願いしたら、はい、ちょっとややこしいんですけど、はい、僕の、まあ、だから冷蔵庫、居候するかいらないんですよ。はい。冷蔵庫がいらないと。その居候先の取り付か生の子が、うん、あ、じゃあ冷蔵庫欲しいですって言われて。あ、なるほど。それを手伝ってもらいたいです。あ、わかりました。その運搬作業を。はい。わかりました。はい。冷蔵庫重たいんで、やっぱり。冷蔵庫重たいですよね。はい。よく知ってますよ、この冷蔵庫重たい。そうですね。そうです、そうです。でそしたら、うん、その子は今度冷蔵庫いらん、一応持ってるんですけど、はいはい、だから古いやつをこっちの方がいいから、まあ、新しいに交代して、でその古いやつを今度岡田さん家に、なんで俺の今いらないですか、いらんわ古い冷蔵庫もうすでに3台あんのに4代目いらんの、ね、4代目冷蔵庫ブラザーズ3代目冷蔵庫ブラザーズみたいに言うほんまや、帽子の上にめっちゃ氷乗ってる。氷？ほこり。あ、氷？耳どうなってんの？なんで帽子のつばんとか氷乗んねん。わかんやろ、高校2年生の。はい。あ、で、それ、いいっすか。さよなら。もう一回言っていい？はい。冷蔵庫欲しいときは言ってくれ。選んでもう言ってくれよ。減らしたいもん。俺の冷蔵庫運んでくれ。俺が
もうじゃあいいですか。あ、わかりました。またまた。はい、またお願いします。はい、お願いします。じゃあ帰りますね。はい。ありがとうございました。また、またまた。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、短いわ。なんだあれ。